はい、竹人です。今日はですね、ちょっとマックにまつわる話をしようかなと思っております。まあ、ご存知通り MacBook Pro 私購入したんですけど、まあ、最近ね、Apple のサイト見ると買いにくいもの、買いにくいっていうか、まあ、その自分のね、手元に届くのに時間かかってるのっていろいろあって、AirPods だったりとか、あと液晶ね、5K の液晶っていうのが LG 製のやつが Apple Store でも発売になってるんだけど、これも6週間待ちと。12月の上旬に、確かね、この MacBook Pro を頼んだのと同じ時期に頼んだんですけど、もうすでにね、それが6週間待ちになっていて。で、6週間、12月上旬から6週間だから、1月のね、中旬に私の手元に届いてたんですけど、ちょっとまあいろいろあってね、動画が撮れずにいて、今日はそれも含めて動画をお届けしようかなと思います。これです。じゃじゃーんって、これだけじゃわかんないだろうって話なんで、ちょっと開けますけど。よいしょ。あ、破れちゃった。はい、ということでこれですね、ベルキンの、USB Type-C のギガビットイーサーアダプター。4週間から6週間待ちなのかな、今現在も。これ3月末までちょっと割引になっていて、今3000円で買えるんですけど、定価いくらだったっけな、なんか4000円だかなんかしたんだよね、これ。で、これは大きいっていうところの、USB Type-C の、ギガビットイーサーアダプターです。で、これは、Amazon のセールで、使えないって書いてあったんですよ。MacBook Pro 2016年使えませんってメーカーさんが書いていたんだけど、まあ、なんとかできるだろうと思って私ゲットしたんですけど、で、なんとかなるだろうと思って挿してみたんだけど、なんとかなったというか、正確に言うとなんでかわかんないけど、もう使えるようになってた。これ Apple の製品でちゃんと使えるぜって言って出している、まあ、4000円ぐらいするこのベルキンの USB Type-C のギガビットイーサーアダプター、この2つをですね、ちょっと比べて実際速度とかどうなのかっていうのをちょっと比較していこうかなと思います。今日はね、ちょっとコンピューターっぽい話になってくるので、分かんない人にはさっぱり分かんないかもしれないですけど、うん、たまにはね、ちょっとこういうマニアックなのもお届けしてみたいなと思ったので、ちょっとやっていこうと思います。はい、ということでね、ちょっとネットワークのお話になります。まあ私そのすごい特別ネットワーク詳しいわけじゃないんだけど、まあほとんどのね、Apple 製品最近はワイヤレスで使いましょうっていう流れになってきております。ワイヤレス、まあ無線 LAN ね、無線 LAN ならではのね、まあいろいろ問題点というか、ことってあるわけですよ。まあ単純に言うとね、電波が干渉しちゃって速度が落ちるとか、実際に無線 LAN の機械があるところから自分が使おうと思ってるところまでね、壁があったりとか扉とかがあったりするとね、どんどん速度が落ちちゃいますよっていう問題。今日はね、ちょっと難しい話なんで、私の下手くそな間でね、ちょっと画用紙も使ってご説明しようかなと思います。今私が話したのはこういう状態なんですね。 PC、 パソコン、これもう Windows でも Mac でも関係ないです。パソコンっていうのがあって、そこに対して Wi-Fi ルーターっていうのが基本的にありますと。で、ここを無線でこう繋いでインターネットだったりね、見たりとかっていうのはできますよっていうのが無線 LAN、 Wi-Fi っていうようなものだったりします。比較あるわけですよ。 802.11AB、 あと AC とかさ、いろいろあったりするんだけど、そういうまま規格があるんだけど、まあ、ここ所詮無線ですよっていうところなんですね。で、どういうことが言いたいかっていうと、ここ、さっき私が言った半20っていうのは、ここ1本の線でこういうふうにやり取りしてるんですね。まあ、実際無線だから線なくて、電波なんだけど。なので、こういう無線機、もしも押してるのと同じような無線機と一緒に、パソコンがね、インターネットのサイトを見せてよっていうのをこう送るわけですよ。そうすると、ここでまず受け取ります。で、ここからインターネットに行くわけなんだけど、送るとき、一方通行。で、こいつが返すとき、もう一方通行。つまり実際ここをね、こう同時にこういう風に行くのと帰るのが同時にはできないんですよ、無線 LAN は。ものすごく短く時間をちょん切って送るのと受け取るのを交互にやってるんですね、一本の中を。なんだけど、有線 LAN、ここにもちょっと LAN ケーブル持ってきたんだけどさ、これでやった場合は2本になるんです、ケーブルが。単純に言うと。全20っていうタイプになるので、実際 PC から Wi-Fi ルーターに行く方向と Wi-Fi ルーターから自分に来る方を同時にやることができるんですね。線が2本になります。一方通行の線が2本になりますよというのが全20って形です。なのでですよ、実際無線 LAN の速度とかっていろいろ書いてあったりするんだけど、あの速度通りにできたとしてもね、やっぱり相互に通信を、つまり、インターネットから自分が持ってくる方、それから自分がインターネットに送る方っていうのを同時にやった場合はやっぱ遅くなっちゃいます。これは MacBook Pro 2016を使って無線 LAN で、まあ、やった時と、690円で私がゲットしたこのギガビットイーサーアダプター、それから Apple がまあ純正というような感じに近い状態でね、 Apple Store で売っているこの4000円近くするベルキンの、USB Type-C の、ギガビットイーサーアダプターを比較した時にどれが違うのかっていうのをね、ちょっと実験していきたいなと思っているわけです。はい、それではですね、ちょっと実験していこうと思います。はい、この辺にね、私の今、MacBook Pro の画面が出ております。 1.67GB のファイルがあるんで、これを自分のね、これ、まあ、iMac に入ってるんだけど、このパソコン。なので、これをね、
私の、この今 MacBook Pro のが出てる画面のところまでコピーした時に何秒かかるんだというところでちょっとねお見せしていきたいなと思います。 Mac の無線 LAN 機器使ってるんですよ。名前忘れちゃったんだけど、なんだっけ、Mac や Express だっけ、あのハードディスクも付いてないやつを使っております。 802.11ac で通信ができているという状態ですね。それはちょっとまあ確認しているんでね、あえてここでちょっと見せたりはしないですけど、はい、それではですねちょっとコピーをしてみようと思います。まずは、無線 LAN でこのファイルをね私のデスクトップにコピーしてみましょう。どれぐらいで終わるのかなっていうのを、まあ、ストップウォッチありますんでね、ストップウォッチでちょっとやってみようと思います。いきますよ、よーいドン。はい、始まりました。コピー中であります。停止ってところで、ちょっとまあ誤差、もちろんね手動でやってるんで誤差あったりするとは思いますけど、まあ、その辺はご愛嬌というところでお許しくださいという感じです。もうすぐ終わりそうだな。はい、今 1.67GB のファイルをコピーしたらこれぐらいかかりました。見えるかな。はい、はい、ということでね、AC の対応の規格で MacBook Pro にコピーしたところ24秒と3でコピーすることができましたという感じです。はい、で今こういう感じで有効になりましたね。ちょっとチラ見せになっちゃうんですけど、こんな感じで有効になってます。はい、それでは、同じものをね今度ベルキンではなくて、大きいのやつでコピーしてみますという感じです。はい、じゃあ行きまーす。よーい、ドン。始まりました。タイムコピー中であります。はい、こんな感じ。まあ、誤差っちゃ誤差の感じもするな。2秒ぐらい早かったですね。12.8 と。なので、1.5 秒ぐらい。無線 LAN ではなくて、有線 LAN 使った方が早かったという感じになりますね。はい、じゃあこれまた削除して。次はですね、このベルキンの、大きいではなくてベルキンのやつ開けてちょっと入れてみましょうか。開け方わかんない。引っ張り出せてるな、これ。なんかパッと見はもうなんかアップル純正みたいな雰囲気を出してますよね、これね。ベルキンの USB-C LAN っていう名前で出てますね。はい、これに接続を変えました。はい、それではちょっとまたコピーやってみましょうか。どれぐらい違うのかなというところで。はい、行きまーす。よーい、スタート。はい、コピー始めました。はい、ということでベルキンのでコピーしても 23.5 というとこで1秒ぐらい早かったですね、無線 LAN より。ちょっとそうなってくると無線 LAN 本当かというふうに思われる方もいると思うので、ちょっとね無線 LAN もう一回やってみようかなというのを思っております。なんでこのね USB のこれぶち抜いて、また無線 LAN でちょっとやってみようかなと思います。今 Wi-Fi がオンになりましたね。じゃあ Wi-Fi 行ってみましょうか。行きまーす、よーい、スタート。うん、今回はあれだな、29秒4かかったな。うん、29秒4かかっちゃいましたね。さっきより5秒ぐらい遅くなっちゃったな。はい、ということで結果をお伝えいたします。 Wi-Fi も2回、それから有線 LAN もそれぞれのメーカーに2回ずつ計6回やってみました、テストですね。で、無線 LAN の方はやっぱりね、速度がね、いろいろまばらになっちゃう。所詮無線 LAN なんてしょうがないですけどね、今ねこの MacBookプロから直線距離で 1.5 メーターぐらいのところにあるんだけど、それでもねやっぱり何回かやると5秒ずつぐらい違っちゃうんで、うん、やっぱ無線 LAN でそういうもんなんだなという感じです。で、有線 LAN に関しては何回やっても23秒でこの今のね 1.67GB のファイルがコピーできたので、やっぱりまあ当たり前っちゃ当たり前なんだけどさ、有線 LAN の方が安定しているということになります。 Apple としてはさ、なるべくこう有線 LAN じゃ無線 LAN にしていこうっていう流れだと思うんだけど、ちゃんとオフィスみたいなところに座ってやる人は、まあ、なるべくならね、状況が許す限りは、やっぱり有線 LAN 使った方がいろいろといいでしょうという感じです。この私がゲットした699円の大きいのやつと、この、4000円近くするベルキンの、USB Type-C のギガビットイサーアダプター、性能的には多分ね、そんなに差がないと思われます。プル純正っぽく売っているので、これをゲットするのが間違いないと思うんだけどさ、これそもそも使えないって書いてあったから。なんだけど、僕が買った時は使えたんでね。今頼んでも AirPods クラスでこれ来ないんでね。で、3月末まで割引になってるんで、まあ、気長でっていう人はこれ頼んでもいいと思うんだけど。下のね、詳細欄にリンクを貼っておくんですが、この、大きいの、USB Type-C のギガビットイサーアダプター使っても、使えたんでね、ちゃんと使えるし、速度も出てるんで、まあまあ、これでいいのかなっていう気は私はしております。有線 LAN のチップ、メーカーとか違うとね、やっぱ全然違ったりするんですよね、速度が。本当に安いやつとか使うと全然速度出なかったりとかっていうことはよくある話なので、ただまあ今見る限りこのベルキンのとこの大きいのやつはあんまね速度変わらなかったんで、まあ逆に言うと大きいの方がそれなりのメーカーのチップ使っているのかななんて
ちょっと思ったりしたんですけど、なんでまあ安くていいやと、こんな3000も出したくないよっていう人はね、ちょっとこちら、あの机の上で使うんで MacBook Pro、 あの優先、私の話を聞いてね、優先欄ちょっと買ってみようかなと思った方はこちらでいいのかなと思います。ただこれ私 Amazon のなんかブラックマンデーセールかなんかで699円だったんで、今ちょっと値段違うかもしれないんですけど、まあただこのベルティンより高いってことはないと思うんで、まあちょっとね、どちらかお好きな方を選んでいただければなと思いますが、はい、今日の動画が良かったと思う人は高評価、そしてこれからね、ちょっとまたコンピューターのこういうあの難しい話というか詳しい話もね、ちょっとしていこうかなと思っておりますので、まだチャンネル登録してらっしゃらない方はぜひとも下の詳細欄からチャンネル登録していただければなと思います。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。では。